下の区カルタ。下の区カルタは、北海道で遊ばれる、独特のカルタ遊び。百人一首カガルタの一種である。読み札は、一般的な百人一首と、同じく歌人の肖像、名、和歌が書かれた紙の札を用いるが、読み上げるのは、下の句のみであるためこの名で呼ばれる。取り札は、頬の木などの木製で、独特な書体の変態が名で、下の句が書かれている。 イタカルタとも呼ばれている。下の区カルタは、文化、文世紀の頃、藍津藩の武家や商家で行われるようになった。このことは、藍津若松市に書かれているものの、原点資料があるわけではなく、あくまでも、区伝筆記によるものである。明治維新後、藍津藩の人々が北海道へ入植している、関係から道内に普及したものと考えられる。対象にかけてまでは、 1>, 1チーム4、または5人制が主流であった。競技は1チーム3人の対抗戦で行われる。3人は攻め、中間、守りに分かれて、横一列に並び、攻めと敵チームの守りが向き合う。各チームが50枚ずつ札を持ち、それを3人で分けて配置する。初期配置は、各5枚以上となっているが、攻め5枚、中間5枚、守り40枚の分け方が、 一般的である。持っている札が読まれ、持ち札が5枚未満になったら、読み上げの合間に札を横に送って5枚以上を保つ。また、チームの札の総枚数が14枚以下となった場合は、各人3枚以上、8枚以下になった場合は、各人1枚以上の札を持つ。取ることのできる札は、自分の持ち札と向かいの敵の札のみであり、横の札は取れない。 敵の札を取った時には、味方の札を敵側に送る。お手つきの場合は、敵から、守りから攻めを通されて、札を受け取る。チームの残り札が2枚になると、持ち札がなくなったメンバーとその向かいの敵が抜けて2人、対2人の対戦となる。残り1枚になると同様に1人、対1人の対戦となり、0枚になれば勝利となる。 残り2枚以下になったチームが、お手つきにより3枚以上となった場合でも、3人、対3人の対戦には戻らない。また、道南の七位町では、さらに特殊な対戦方法である。1チーム3人で、両端は5枚3段で15枚、中央はプラス6枚、イコール3段で1チーム50枚を成立させる。自分の札や相手の札はもちろん、横の札も取ってよい。 お手つきの場合は取った人からその場で直接札を渡される。本来の札を取った後の鉄パは向こう相手チームの人が自分の持ち札を鉄パするのは有効。自分と相手の双方が鉄パし自分のチームメイトが相手チームの札を取るなどの場合はちょんちょんになる。また、鉄パした後次の札が読まれている時は鉄パした人に札を渡せない。 最初に読まれるから、札の種類は自由であり、読み方も読み手によってかなり変わる。チーム内での札の移動は自由であり、できるだけチームの3人全員が平等な枚数にするのが一般的である。持ち札が6枚になったら2段、5枚になったら1段にする。札を並べる際、シートの中央にある二重線の自分側の線と札の先を合わせる。 基本的に読み札が読まれ始めたら、手は膝に置かねばならなく、世間一般的なルールでの試合でよく見られる床を叩いて威嚇するなどの行為は決してできない。自分のチームの持ち札がなくなったら、両端のどちらかが最初に抜け、続いてもう片方の端の人が抜け、中央の人が残る。無論、相手チームは、それに合わせて抜けたり、抜けた人の場所に札を持って移動して、戦ったりする。 七重町は、大中三地区と七重地区と大沼地区に分かれて予選大会を行い、勝ち抜いたチームは、その数日後にチャンピオン大会を行って三地区が戦い、それにも勝ち抜いたチームは、そのまた数日後に世間一般のルールが適用される、お島大会が行われる。創作物では、千早や降る休館で簡単に紹介されているが、一方の手で、 相手の取ろうとする手を妨害したり床を叩いて相手を威嚇するなど競技カルタに比べてやひな遊戯として否定的に描かれている。ありがとうございます。